それは何気ない日常のことでしたまあ確かにお前は日常っぽい服着てるよな。まあ、鶴の恩返しのなんか変わったゲームがあるらしくてプレイしてるんだけど、なんか昔話っぽくないね。右のキャラ、少年が歩いていると草むらで1羽の鶴が罠にかかってるではありませんか。あんな分かりやすい罠かかんなよ鶴も。心優しい少年は鶴を助けてあげることにしました。完全にこれもう恩返し狙いだろお前。助けた鶴が恩返しに来るなんて全く考えませんでした。まあ、心の綺麗な少年ですよきっと。はははは、完全にこいつがやったでしょこの罠自体を。少年は鶴を罠から助けると手当てして野に返してあげたのでした。その日の夜、トントン。きたー、思ったより早いな。ま、そんなことはどうでもいいか。はいはい、どうぞ安心してください。空いてますよ。あ、鶴持ってる、鶴持ってるよ鶴が化けてんじゃなくて鶴持ってる。いやでも可愛い子来た。うわあ、鶴手に持ってる。やっべえ、びっくりしすぎてドア閉めちゃったよ。つうかなんで鶴握りしめてんだよ。今の女の人ってさっき俺が助けた鶴だよな。昔話的にはもう一回ドアを開けて確認してみよう。なんか漫画の主人公みたいなのこいつ、ギャグ漫画の。あれ、お、カナスたちなんか庭先に鶴がいるな。さっきの女の人にめっちゃ見られてるけど。ほうほう、何する気だタッチ。うわー、鶴のこと襲ったぞ。ちょっと待てよ、あの人は俺がさっき助けた鶴じゃないのか。いやでもタイミングといい、見た目といい、やっぱあの人が鶴だよな。いや鶴かわいそうだろ。倒した鶴を一体どうするつもりなんだ。これよくあるパターンだったらぶち切るやつでしょ。あー、袋に詰めた。あの人は本当にさっき俺が助けてあげた鶴なのか。この物語には何かあれだね、そう、最後に秘密が待ってそう。てか一体何のために鶴回収してるんだ。そもそも俺に恩返しに来たんじゃないのかよ。鶴を回収してることが俺への恩返しと何か関係あるのかな。なんだかよくわからないけど、ちょっと今は外に出ない方が良さそうだな。少しの間様子を見てみるか。おお、こうやってまあタップするゲームでしょうね。あ、覗いてるね。わあ、かわいそう。なんでいちいち罠にかけんだよ、やめてやれよ左上的にやっぱポイントを貯めていく、よくあるゲームだね。最近こういうゲーム流行ってるよね本当に。まあ、ちょっとした空き時間にできるからいいよね。おい、お、たまった。さあどうなるんだ。女の子の見た目が変わるのかな。マジかよ、助けた鶴が庭先の鶴を退治しに来るなんて昔話は聞いたことないぞ。っていうか恩返しに来たわけじゃないんだろ。このまま帰ってくれないかな。そうよな、お前もですって T シャツ着て。あ、お世話になります。うわー、今度は勝手に入ってきた、ノックしろし。大量に鶴入ってんのかな。おお、勝手に家の中まで入ってきちゃったよ。つうかさりげに今お世話になりますって聞こえたような。まあ入ってきたものはしょうがない。とりあえずおもてなししないとな。こっちがおもてなしすんの。あ、持ってる。なんか若干体持ってってるし。どういう展開なんだ。お客様が来たらちゃんともてなすようにってじいちゃんに言われてたからな。じいちゃん家なのかな。確かこの辺におじいちゃんがお客様もてなすための食べ物を、ここ、あー、よくあるやつ。鳥の世話、経験の書、鳥クラムの鑑賞。鶴が食べられる餌なら問題ないか。これかな、餌でおもてなしと使用するか。星3以上のレア飼い主1人以上を含む鶴たちが、10羽現れます。もう一応あの鶴は人になるのかな。はい、ほうちょっと待って、人いる人。なんか鶴が大量に寄ってきた。しかもなんで人まで勝手に入ってきてるんだ。招待した覚えないんですけど。ん、これはじいちゃんが書いた手紙か。この鳥の餌を使用すると鶴が大量に集まってくるんじゃ。非常に貴重な餌であるためレアな鳥を飼っている飼い主も寄ってくることがあるみたいじゃな。あ、飼い主が寄ってくるんだ。必ず1体以上出てくるんじゃ。もし鶴が恩返しに来た時なんかおもてなしに使っていいんじゃろう。事情わからんがとにかく頑張れじいちゃん。じいちゃんなんでそんな事情通なの。この餌確か、今なら毎日1回だけ無料で届くキャンペーンに申し込んでたなぁ。とりあえずこう、わぁ網になってる。これどういうストーリーなんだろう。普通に気になるなぁ。とりあえずしばらくはもうちょっとやっていきたいね。レア飼い主になったらどうなる。おぉあフクロウを飼っている人。もう全然鶴関係ないじゃん。ほい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 。よし !45 来た。え、こっからどういう展開になるんだ。そもそもあれが鶴なのかもまだわかんないからね。一体何なんだあの女の人。本当に鶴なのか。つうか鶴だけじゃなく人まで攻撃してたよな。人からは鳥かごを奪ってるように見えたけど、あらゆる鳥を回収してるのか。バードハンターの人なのかな。いやー、そもそもなんで鶴に混じって人まで寄ってきてんだよ。少年が混乱していると彼女が奥の部屋を借りたいと言ってきました。そして扉を閉じている間は絶対に中を覗かないでくださいと3回ほど少年に念押ししました。これまさに鶴の恩返しの展開だぞ。覗いたら実は鶴が自分の羽で旗を折っていて恩返ししようとしてたっていうで、嘘で約束破ったからどっか行っちゃいましたっていう話が恩返しだけど、やっぱこの人鶴だよ。どうぞどうぞ。あ、そういえば名前は何て言うの。少年がそう尋ねると彼女は少し悩んだ後、鶴子とお呼びくださいとだけ言い部屋に入ってきました。あの花かな。絶対鶴だよ。恩返し確定だよ。覗くなって言われてると覗きたくなるのは人のさがだよな。つか鶴が旗折ってるとこ見たいし。お悪い顔してんなこいつ。おレアなやついる。旗折ってねえなこれ。全然なんか危なそうなもの持ってる。待ってね、後でちょっとレビューしましょう。なんかすごい今時の服着てる。つうか流行しっかり抑えてる感じもするし、ほんと鶴かよ。かわいそう。俺の部屋で鶴が張り込んでんだ。つうか着替えの早すぎだろ。チェ。確かに着替えシーンは見たい。この子は何だろう。レアな鳥使いだっけ。わあかわいそう。魔法みたいなカモを飼ってる人。カモかわいいからな。おいとりあえずもう一回ぐらいストーリーをちょっと展開見たいですね。来た。来ましたよ。ちょっとお得なセットあったんでちょっと餌買っちゃったんで、この餌がなくなるまでやりましょうか。おあ、いつもの格好に戻った。あいつまた一瞬で着替えて戻ってきたな。手に持ってる毒みたいなのなんだ。毒なのあれ。うわ飲んだ。うわーすっごいまずそうな顔してる。ってなんか様子がおかしいぞ。死んだんだけど。あおい何してんだよ。もしかしたら俺に覗かれたらから毒を飲んだのか。あー覗いてんのバレちゃったの。そんなつもりじゃなかったのに悪かったよ。しっかりしてくれ。鶴子は少年に何かを伝えようとしましたが声にならずそのまま気を失ってしまいました。少年が呆然としていると鶴子の袖から一つのスマホが落ちました。もうやめろよ現代社会のもうさ物だ持ち出すの。雰囲気がぼーっとしてる場合じゃない。病院に電話しないと。少年は鶴子のスマホを手に取り電話をしようとしましたがロックがかかっていて無理でした。くそーロックなんてかけてそんなに人に見られたくない情報が入ってんのかよ。うちには電話がないししょうがないから家にあるもので応急措置してやらないと。毒を治すものってなくない。そして少年の手厚い看病で鶴子は一命を取り留めました。しかしなんということでしょう。目を覚ました鶴子は自分の名前すら覚えておらずどこから来たかもわからないと言います。おーなんかお話的になってきたぞ。助かってよかったけどまさか記憶がなくなるなんて。そもそもなんで毒なんて飲んだんだよ。覗かれたせいで毒を飲んだのか。いや何かもっと他にも特別な事情があったのかも。つうかまだ何も恩返ししてもらってなくね。よしとりあえず記憶を取り戻させよう。鶴子街に出よう。何か記憶を取り戻すヒントが見つかるかも。街に行くんだったらもう治療しろよ。あレア飼い主もいる。なんか今風の服を着てるけど。パワーアップした鶴子をこちらよりシェアしていただいた方は鳥の餌もしくは金鶴を呼ぶ好きな方をプレゼント。おー金鶴なんてあるんだな。来たよ金鶴。あハト。あーかわいい。あ動画をチェック、レア遭遇率。ちょっとこれ見ましょうか。金鶴、あー、金鶴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 どっか行ったし。金鶴と関係なかったのか、動画のやつは。もう仕方ないな。やっていくか。よし、来た。オッケー。150。レベル5まで来ましたね。で、記憶がどうなったかだよ。たく勘弁してくれよ。一体どんな環境で育ったらあんな性格になっちゃうんだよ。ていうか、女の子の姿のままで鶴に戻る気配がないけど、もしかして自分が鶴だってことも忘れてるのか。そもそもこの子が鶴かどうかもわかんないからね。このまま鶴に戻れずに人として暮らしていくなら、もっと常識を学ばせないと。お前もどういうポジションの人間になってんだよ。見た目は俺よりちょっと年上くらいか。鶴子の非常識さを心配した心優しい少年は、鶴子に常識を身につけさせるため、当面の間少年の会を学校へと連れて行くことにしたのでした。お前どうやってそうやってさ、転入とかをなんかそううまくさ、円滑に進めてるんだよ。ああ、お前かっこいいな、お前。とりあえず記憶を取り戻すまではうちで面倒を見るとして、俺が学校に行ってる間一人にするわけにもいかないし、鶴子も学校に通わせるのがベストだろう。なんかラノベみたいになってきたぞ。ここで常識を学んでくれればいいんだけど、幸い女子の制服を持ってたから助かったし、渡した制服でちゃんと着てくれるはずだ。お前なんで女子の制服持ってんだよ。これは何か気持ち悪い設定がこいつにある可能性はあるね。はーい、ということで全く、今後の展開分かりませんが、しかもなんか制服着てないしね、今。制服着てない。なんだよ、その服どこで持ってたんだよ。いや、俺もやっぱ思った通りだな。なんかアイヌ民族みたいな服着てるけど。はい、ということで、鶴の恩返しかっこはてな、実況プレイ。とりあえずもう、これはレベルだいぶあるとみたいな、ストーリー的に。あ、だいぶありますね、これ。なんか昔俺、この、多分このサクさんの同じゲームをなんか個人的にプレイしてたんだよね。あのストーカーかなんかの。その辺もすげえ面白かったから、多分このゲームも、すごいなんか長いストーリーがあって面白いと思うんで、まあ、皆さんもぜひやってみてください。ということで、俺も引き続き、まあ、せっかくだからやろうかなと思います。まあこれどんな展開が待ってんのか、ちょっとわかんないけど。はい、ということで、またこういった変わったゲーム見つけたらやってみたいと思います。レトルトさーん。まあまあ、1個はほとんどの可能性でつかめんだな。頼みます。違う違う、来い。ああやったーやったー、すげえ。すげえ。